どうも、バルコンです。今回は本当はいつもと違う感じの漫画紹介にするつもりだったんですけど、ちょっとこの部屋じゃない場所で撮るんで、ちょっとそれで木曜か金曜ぐらいじゃないと撮れそうになかったんで、今回はいつも通り買ってきた漫画を見せていきたいと思います。じゃあ1冊目、これは多分1ヶ月くらい前に買った漫画なんですけど、屍町アンデッド。帯に絶望の街で繰り広げられる新感覚ダークホラーアポカリプス第1巻って書いてあって、これゾンビ漫画なんですけど、この漫画ではゾンビのことを死体って呼ぶんですよね。で、パニックゾンビものの王道設定、このゾンビに噛まれたらその噛まれた人もゾンビになるっていう設定はもちろんあるんですけど、この漫画は軍隊とか、あとこの主人公もなんですけど、ゾンビをやっつけれる人が結構いるんですよ。だからゾンビが出てもどんどん感染していって街中の人がゾンビになっていくっていうのはないんですよね。で、この学校の先生が主人公なんですけど、この先生はある目的のためにゾンビをどんどんやっつけていっているんで、まあダークヒーローっぽい感じでしたね。後ろで先生がもうこんな顔してるんですけど、顔見てもやってること見てもすごい狂気的なサイコパスなキャラなんですけど、でも意外と戦う時とかあんまり余裕がなくなったりして、思ったより狂気的な雰囲気はあんまりなかったですね。あとこれは結構面白い設定だなと思ったんですけど、この舞台の街の中にめっちゃでっかい黒い箱があるんですよ。で、主人公を含めた一部の人はその箱が何なのか知ってるみたいなんですけど、まだ全然謎なんですよね。で、その箱の人間っていう箱の関係者の人たちもいるみたいで、なんか企んでたりして、そういうとこはよくあるパニックゾンビものじゃなかったんで、面白かったです。次はこちら、少女不十分第2巻。これ前の買ってきた漫画紹介で紹介したんですけど、原作が西尾維新さんっていうことで、まあ、物語シリーズの作者の方ですね。で、今回の第2巻もあんまり話は進まなかったんですけど、今回はこの主人公を監禁してるこの女の子のことについて結構いろいろわかりましたね。まず見てるこっちは監禁っていう認識なんですけど、この女の子は監禁っていう認識じゃなくて、人間を飼うっていう、そのペットっていう認識で主人公を閉じ込めてたみたいなんですよ。で、誰かとの約束をつぶやくような感じで、ペットの面倒をちゃんと見ることってつぶやいたりするんですよね。まだまだ謎が多いんですけど、でも今回の第2巻を読んで個人的に思ったのは、この漫画謎が多いんですけど、意外とそこまで複雑な話でもないのかなっていうのも思いましたね。まあ、まだどういうからくりがあるのかわかんないんで、何とも言えないんですけど、あの3巻の予告に、あとわずかで結末を迎えるって書いてあったんで、まあ、関数もそんなに多くなさそうな気がするんですよね。まあ、また3巻楽しみにしてます。で、最後はこちら、赤い本。これまだ読んでないんですけど、ホラーということで買ってきました。原作者は岡園雅也さんということで、多分結構有名な方だと思うんですけど、まあ、帯がすごいんですよ、いろいろ。ハードルを上げていくスタイル、まあ、口の中にも誰かいらっしゃるんですけど、まあ、また読み終わったらレビューしたいと思います。ということで今回はこんな感じの3冊でした。で、次回はいつもと違う感じの漫画紹介をアップするつもりなんですけど、それをアップした日と同じ日に漫画紹介じゃない動画もちょっとアップしようかなと思ってます。なのでその日は2本連続投稿ですね。その漫画紹介じゃない動画は多分興味のある人しか見ないと思うんで、まあ、2本アップすることにしました。まあということで動画を終わりたいと思います。さよなら。